おや、さすがというか、早速たどり着いたかい？ということは、やはりランリーはこちらに？ああ、昨日の夜に連絡があって、朝早くブツを受け取って行ったよ。あんたらが訪ねてきたら、しらを切ってほしいと頼まれたが、そこまでの義理はないしね。確かに。それで、結局ランリーは何を注文したんですか？やはり動力式のライフルとか。いや、そんな真っ当な代物じゃなかったね。炸裂弾やら鉄鋼弾、グレネード弾なんかはもちろん、火薬を使った旧式の弾薬まで。店にあった在庫を洗いざらい買い占めていったよ。それと闇に流れていた無登録のエニグマ2だね。なるほど、さすがに用意周到だな。ええ、無登録のエニグマではこちらも番号が分かりませんし。でも重火器の本体は購入していかなかったんですか？ああ、うちもそれなりに強力な動力式火薬式のライフルを扱っているつもりだったが、赤い星座の次期団長にはお気に召さなかったようだね。アシュリーさん、ご存知だったんですか？当たり前だろ、こちそら情報が命だからね。どうやら古巣に一泡吹かせるつもりみたいだが、オーガロッソとブラッディ・シャーリーといえば正真正銘の化け物どもだ。半端な元両兵ごときじゃ間違いなく返り討ちだろうね。させません。そうさせないために俺たちがいるつもりです。さっきからずっとこの調子でね、挑発しても無駄みたいだよ。やれやれ、そうみたいだね。まあ、あの若造がくたばろうが私の知ったこっちゃないが、お得意様が減ってもつまらない。せいぜい助けてやるんだね。はい、情報ありがとうございました。おう、お前ら、ランディのやつ一体どうしやがったんだ。なんか尋常じゃねえもんの整備を頼まれたんだが。やっぱりそうですか。今朝のことですよね。ああ、5時くらいにいきなり店を訪ねてきてな。ちょうど徹夜明けだったから勢いで引き受けちまったが。それで尋常じゃないものとは？やっぱり重火器の類でしょうか。ああ、と言ってもバラしたユニットだけだがな。しばらく使ってなかった機関部や排気ユニットやらを一通り整備してやったが、ありゃ組み立てたらとんでもねえ化け物になると思うぜ。ランディが使ってたっていう動力ライフルに間違いなさそうだね。ああ、間違いないだろう。ギヨームさん、情報ありがとうございました。ああ、いいってことよ。事情は知らんが、随分と思い詰めた顔をしてやがった。仲間のお前たちができる限り力になってやんな。はい、了解です。Thank you.
これは皆さん、もしやランディの件でいらっしゃったんですか？はい、やはり彼はこちらに。ええ、夜中の3時くらいに店にふらりと現れまして、しばらくここで飲んでから帰っていきましたが、どうやら真っ先にこちらを訪れたみたいですね。それでその後どこかに行くとか言ってなかったかい？やはり支援課には戻らなかったみたいですね。いえ、どこに行くとは特に言っていませんでした。ただどうも飲んでいる最中、いつも以上に減らず口が多くて、おまけに帰りにはあるものを私から引き取っていったんです。あるものですか？ええ、ずいぶん重いトランクで、中身は私も存じません。2年前ランディがこの町に来たばかりの時に預かったんです。俺が死んだらジャンク屋あたりにばらして売り払ってくれと言って。そんな、ランディ先輩らしくなさすぎです。やつの経歴については私もある程度は存じています。ですが過去にどんなことがあったのかまでは知りません。それを知って奴の力になれるのはおそらく皆さんだけでしょう。オーナー、はい、そうありたいと思います。昨夜から今朝にかけてのランディの動きが見えてきたわね。ああ、軽く整理してみよう。間違いない、この順番だ。おそらく最初にドレイクオーナーに預けていたトランクを受け取ったんだろう。そのトランクに入っていたのはランディの傭兵時代の獲物、多分かなりの攻撃力を誇る動力ライフルじゃないかと思う。普通そうしたライフルは分解した状態で持ち運ぶはずです。2年ほど使っていなかったため、ランディさんは分解されたユニットを修理工房で整備してもらった。間違いないと思う。武装の整備は戦場での生死を左右するものだから、ランディ先輩なら絶対に綿密にチェックしたはずです。最後に交換屋によっていろいろと仕入れたみたいだけど、火薬の弾丸も仕入れたってことはかなり特殊なライフルなのかな。ラインホルト社の中には動力式と火薬式を切り替えられるラインナップもあるそうだけど、いずれにしても相当特殊で強化されたライフルでしょうね。ああ、赤い星座の傭兵たちも見たことのない巨大なライフルを使っていたからな。よし、これで大体ランディの状況はつかめたけど、最後にランディさんが交換屋を訪れたのが今朝の6時過ぎ、現在10時くらいですから4時間近くも経っていますね。今から先輩の足に追いつくのはかなり難しそうですけど。いや、ランディだっていくらたくても限度があるはずだ。赤い星座に仕掛けるならさすがに仮眠くらいは取るだろう。その上で地形の利を生かして一気に仕掛けて蹴りをつける。まあ玉砕覚悟で特攻するつもりじゃなければそのあたりが妥当だろうね。いずれにしてももうそんなに余裕がないわ。ああ、こうなったらダメ元でマインツ方面に行くしか。まさかランディさんから？はい、特務支援課ロイド・バニングスです。いや、ロイドさん
どうやら別の誰かと勘違いさせてしまったようですね。その声はどうしてこの番号が言ったでしょう。ロイドさんたちのファンだと。タイムズ百貨店、お暇でしたらぜひ屋上までいらしてください。ロイドさん、今の通信は一体誰だったの？ヘイユへのツァオだ。中央広場のデパートの屋上で待っているらしい。こんな時に一体何のつもりだい？わからない。ただあの男が意味もなく連絡してくるとも思えない。参道に出る前に夜だけ寄ってみよう。分かったわ。とにかく急ぎましょう。急いで来ていただいたようで何よりです。ザオさん、一人で大丈夫なんですか？ラウさんでしたか。いつもいる護衛の方は？少々忙しくなったので、いろいろと手配してもらっています。それにあの物騒な方々が町からいなくなりましたからね。こうして私も大手を振って青空の下を歩けるというわけです。相変わらずうさんくさいです。兵ゆえきっての若手幹部に青空は似合わないと思うけどね。それは確かに。お互い時間もないことですし、本題に入らせていただきます。実は昨夜インドのから突然連絡がありましてね、我々との長期契約を打ち切ると伝えてきたのですよ。あ、それは。いや、さすがに驚きましてね。なんとか引き止めようとしたんですが、相当堅くなの様子でほとほと困り果てていたんですよ。そうですか。それが私たちに何の関係が？昨日エルム湖南岸で一体何があったんですか？ひょっとして。僕たちが一緒だったのはすでに掴んでいるみたいだね。そして遊撃士協会と蛇の者たちが現れたということくらいまでは。一体インドのに何が起きたというのですか？あなたに話す義理はないと思いますが。ということはやはり彼女に何かがあったのですね。ダメだエリ、尋常な相手じゃない。下手に喋ると情報を。やれやれ、なかなか悪辣だね。やはりインドのは女性でしたか。おそらく超人的な内向で気と体型を変化させていたといったところでしょうか。それだけの身体能力があればステージでの活躍も納得ですね。いや、どうも気になったので前にアルカンシェル関係者のスケジュールを調べたんですよ。するとインドのがこちらの仕事を断るタイミングが公演の日などと一致しまして、いやはや皆さんのおかげでようやく確信が持てました。彼女をどうするつもりなんですか？今のところ特には。
まあ正体を知ったのが私だけなら脅しという手も考えられたんですが、ギルド関係者もいた以上ここで皆さんの口を封じるわけにもいきませんし。冗談きついね。話がそれだけなら急いでいるので失礼しますよ。まあそう言わずに、今の情報のお礼に耳寄りな話を提供しましょう。ランディさんですが、3時間ほど前マインツ参道のとある地点を訪れたそうです。な、本当ですか？赤い星座の動向については専門の監視班を持っていましてね。その監視班からの連絡です。なるほど。それでその地点というのは？現在クロスベル警備隊が防衛線を敷いている滝の手前、その付近にある高台からザイルで崖下に降りたとのことです。その先は気づかれそうだったので追跡を諦めたそうですが。ロイド。ああ、この上もない情報だ。サオさん、情報感謝します。あなた方が頑張ればこちらの利にもなりますし、まあランディさんともども死なないように気をつけてください。強いですよ彼らは。わかりました。よし、エニグマで課長に連絡してすぐにマインツサンドへ出よう。はい、了解です。なんとか追いつかないと。あんな青臭さもたまには悪くはありませんね。さてと、ここが正念場ですか。どうやらこちらも全力を出す必要がありそうです。滝の手前の高台ということは、小さな吊り橋がかかっていた場所か。ええ、位置的にはちょうどそこになるはずです。警備隊が近くにいるらしいけど、こっそり行った方がいいかもね。そうね、事情を説明している暇もないし。確かにそうかもしれません。とにかくこのまま吊り橋の手前まで行ってみましょう。
やり。滝の手前の高台、あそこか。サオさんの情報通りみたいですね。行ってみましょう。やっぱりこの場所から崖の下に降りたみたいだね。しかし一体何があるのかな。ザイルは岩場の狭間に降りているみたいですけど。とにかく俺たちも降りてみるしかないだろう。よし、みんな準備はいいか。 OK です。こちらも問題ありません。同じく。行きましょう、ランディを捕まえないと。よし、みんな注意してザイルを降りていってくれ。この場所はどうやら大昔の行動に通じている縦穴みたいね。もしかしたら前に閉じ込められた急鉱山方面に通じているのかも。地図の位置を見る限りその可能性は高そうだな。もし急鉱山まで行ければ両兵の防衛ラインの反対側に出ることが可能になる。彼が奇襲を仕掛けるとしたら絶好のポイントかもしれないね。アクセス。すでにランディさんはこの先を通過していると思います。ですがそれほど複雑な行動ではなさそうです。あまり迷うことなく進んでいけるのではないかと。そうか、よし、なんとかランディに追いつこう。ええ、了解です。アロンジ、
行くぞ。ブレイブハーツ。よし、上出来だ。さすがですね。
ってこい。私の番ね。私の番です。俺の番だな。私の番ね。行きます。皆さんお疲れ様でした。Thank you.
ここは俺たちのターンだ。任せて。よし、行くぞ。私の番ですね。はい、リカバー。これで大丈夫。ありがとう。よっしゃ、私の番ね。はっやー、この調子でいきましょう。はっ、敵先注意してください。あ、エビ、え、よし、いけ。わかりやす。すか。わかせ。任せてくれ。よし、もう大丈夫だ。挟み込まれた。来る。しまった、立て直さないと。さてと。やれやれ、エニグマ駆動。行きます。催眠弾発射。はい、ターゲット紹介しました。ゲットです。みんな大丈夫か。出直してきなよ。恐ろしく手強かったな。どうやら軍用犬と同じように訓練された魔獣みたいだけど。ええ、犬科じゃなくて猫科みたいだったけど、やっぱり赤い星座が。多分両兵団が軍用魔獣を刺激するのはよくあることだと聞きますし、さすがにマフィアの軍用犬とは格が違うみたいだったけどね。ええ、生意気にも挟み撃ちにしてきましたし。でもあのミンネスという男が今のを使っていたとなると、ひょっとしたら赤い星座とも関わりがあるかもしれないわね。ああ、御用商人か資金調達係、そんなところかもしれない。とりあえずなんとか撃退できてよかった。終点も近そうだし、このまま先を急ごう。はい、ここは急鉱山の入り口近くか。よかった、無事たどり着けたわね。ですが、ランディ先輩はどこに？まだ仕掛けてないんなら合流できそうだけど。出口の外から爆薬の使用を。銃撃戦の音も聞こえます。ランディ。くっ、俺たちも出るぞ。イエスさん、間に合うかな。
敵集団との戦闘は。そこだ、そこだ。さてと。任せてくれ。私の番です。分析を開始します。ゲットです。やっ、行くぞ。手こずってるか。俺の番だな。はい。ドライブ行きます。俺の番だな。よし、催眠弾発射。それ、私の番です。リカバーを使っています。ありがとう。任せて。行くぞエニグマ。よし、催眠弾発射。さてドライブ開始。やっ、よし、そこ行くぞ。やっ、そこだ。上陸カジラ、さすがですね。